あいつは今旧家に隔離している。それはどういうことだ。江崎はポストヒューマンである可能性が出てきたからだ。何だと。戦争は平和であり、自由は屈辱である。もうこれは始まってる。みんな受け取ってるはずだ。ビッグブラザーからのメッセージを。